お寿司が寿司になったようにラーメンっていうアメリカの食文化としてだいぶ今もう入り込んできています。Particularly in New York and Los Angeles, ramen is kind of this exploding phenomenon. Ramen hits the spot, just like comfort foods in all cultures.麺は麺で、唇とかに来るエクスタシーみたいなあると私は思ってますけどね。ラーメンっていうのはクリアばっかりじゃダメなんですよ。雑味があっていいんですよ。私がラーメン屋始めてちょっとこう良くなってきて、ズンドバーをこれから始めるときに兄が入ってきて、でちょっとこう揉めた。結局弟はその僕のことを必要としていなかったんですよね。ラーメンフィーバー。